どうも、はじめましての方も、はじめましてじゃない方も、はじめまして、リョータカーゾーです。なんか夏なんだけど、暑くないっていうのが逆に怖いよね。夏の野菜とかも値段が高騰してるって話を聞いて、ちょっと、げんなりしてるんですけれども。まあ、実は僕、今日はですね、皆さんに何の動画をお見せしようかなと思ったんですが、糖質制限というものをやっております。糖質制限って何だろうなと思ったそこのあなたいると思いますけれども、糖質制限というのは、糖質を制限するやつ。ね、ありがたいことに、デビュー時から体重がね、減りまして、より生活しやすい毎日を送ってるんですけれども、この糖質制限ダイエットっていうのがですね、1週間に1回ぐらい、チートデーっていう、何してもいいよって許される日を作るとすごく体のリセットというかよりこう代謝を上げやすくするっていう日があるんですね。そして今日がなんとその日でございます。このチートデーの日にはですね、基本的には糖質は気にせずもう本当に食べたいことだけ食べまくるっておかしいな、食べたいものだけ、とにかく食べましょうっていう日なんですけれども、今日はありがたいことにちょっとお仕事がバタついてましてですね、あまり食べる時間がなくて、気づいたら夜になってしまいました。チートデーということで、自分の食べたいものをたくさん買ってきたんですね。で、それが何かと言いますと、プリンでございます。なんでプリンなのかわかんないけど、でもなんかね、コンビニでね、いろんな種類のプリンがあったので、まあ、カスタード好き、そしてまあ、カスタードが使われているプリン好きの僕としては、ちょっとこれは、皆さんの前で食べなきゃいけないな、というふうに思ってしまいましたので、今日は買ってきました。ちなみにセブンイレブンです。まずは、まあなんかセブンイレブンだからといって、言うわけでもないんですけれども、どこでも売ってるであろう、森川の、焼きプリンですね。これは僕がちっちゃい頃からあったんですよ。小学生ぐらいの頃からずっとこの焼きプリンはあって、何食べたいって言ったら焼きプリン買うって言ってね、これよく買ってました。ちょっと懐かしいなと思って購入です。続きまして、こちらからセブンイレブンのオリジナル商品になるんですけれども、これ、釜焼きとろ生カスタードプリン。ねえ、カスタードっていうワードがついてるだけでも僕の中ではもうテンション上がるポイントは入ってるんですけれども、その手前にトロ生っていうね、生カスタードプリンでも十分なのにさらにトロをつけるっていう結構挑戦的な商品だなと思ってついつい買ってしまいました。で、この横のね、見えますか、これエグロワイヤル仕様って書いてあって、エグロワイヤルってなんだろうなっていう風に、まあそもそもなんか僕自身の多分知識がないのかもしれませんが、このエグロワイヤルって一体どんなものなんだろうなっていうふうな、エグロワイヤルっていうのが一体どんなものなのかっていうのもちょっと気になっちゃったので、買ってみました。そして最後がですね、これが商品の陳列されてて、残り1個だったんです。で、1個のものって結構僕なんかこう買いたくなっちゃうんですよ。なぜかっていうと、なんか呼んでるような気がして、僕を買ってって。なんか最後の一つになっちゃったけど、絶対残り物にはうんちゃらかんちゃらっていう感じで、最後のものには絶対いいものがあるからぜひ買ってってっていう風に商品の声が聞こえるんです。で、特にこれが強く感じたのでこれ買ってしまいました。君のプリン、僕のプリンってことですよ。だってこの商品がさ、こうやって置いてあってさ、こうやっていろんな商品を見てるときに、君のプリン、僕のプリン。よく僕兄弟いるんですけれども、なんか兄弟とかでこう冷蔵庫をね共有してる時とかに、なんか人のやつ僕のやつ食べられちゃったみたいな時ってあるじゃないですか。自分の食べ物には名前を付けなきゃいけないっていうなんかルールありませんでした？なんか誰々のみたいな、食べないように誰々のみたいな、そんな感じで僕も僕のとか書いてたんですけれども、そんな類でなんかこれも君のっていう風に、いただいていいんですかみたいな。ということで、早速、紹介した順に食べていきたいなと思います。まずは、こちらのね、昔からのお世話になっている、この焼きプリンですね。これいただきたいと思います。本当に、平均点、ザ・平均点のような、僕はもう大好きな味で、特にね、これ食べ方って、まあ、プリンに関して食べ方なんて何でもないんですけど、僕は、このね、焼きプリンの上の、このちょっと焼けてる部分あるじゃないですか。ここを先にここだけを食べるんです。上積みっていうのを。こうやって。わかる？上積みだけを。あ、でも待てよ、なんか。
大人になって食べて思うんだけど、ちょっと硬いです。テクスチャーっていうの。なんか美容系の YouTuber とか言うね、テクスチャーがとか言って。そんな感じ。じゃあちょっと美容系な感じで表現していくね。皆さん、こちらのプリンなんですけれども、見てください。こちらね、ちょっとテクスチャーが固めなんですね。ちょっとこちらの、形状記憶というか、形状を見ていただけますと、テクスチャーなので、こちらはすぐに食べ込まずに、少し口の中で温めてから食べるといいんじゃないかなと思います。それではいただきたいと思います。そうですね、やっぱテクスチャーが硬いだけあって、伸びが、口の中での伸びが、ちょっと、いまいちかなって感じはします。で、こちらはですね、中、下にね、昔ながらのカラメルソースっていうのが入ってるんです。さっきはこう薄膜で食べましたが、こうやってね、カラメルと、合わせて、カラメルはちなみにテクスチャーは緩いですね。はい。こちらいただきたいと思います。先ほどの上澄みだけの味と、そして中だけ食べた味、そしてカラメルと合わせた時の味、この3段階味が変わるということなので、まるでこれはプリン界のひつまぶしとでも言うのでしょうかね。なんかいろんな味を楽しめるなってちょっと思いました。ごちそうさまでした。さあ続きまして、こちらはちょっといろいろ気になった、ネーミングでいろいろ気になったプリンでございます。とろ生カスタードプリン、そしてエグロワイヤルを使用しているということで、このエグロワイヤルっていうのはね、なんだろうと思って調べたら、これはパティシエの声からパティシエの声から生まれた卵ですというちっちゃい注意書きがありました。なのでまあ卵のことなんでしょうね。美味しい卵みたいな感じのことをおしゃれに言って、なんかエグロワイヤルみたいな。あ、ちょっとこちら見てください。こちらのテクスチャー、こちらのテクスチャーはちょっとね、先ほどのやつよりは、柔らかいです。聞こえますか？あ、すごい。あ、ゲルみたいな、オールインワンゲルみたいな感じですね。では、いただきたいと思います。柔らけー。はい、いらねえな、これ。絹ごし豆腐の最強版ぐらいの感じで、なんかギリギリ固形を保ってるぐらいの、柔らかさです。しかもこれはなんか本当に豆腐の湯葉みたいに上にね、これも薄い膜がついてるんですよ。で、この一番上の層はちょっと硬いんだけど、その下はもうすっごいトロトロなの。なんか最近の流行りって結構こう、滑らかとか、生プリンっていうのが流行ってるじゃないですか。なんでだろうね。プリンかって言われると、ちょっとプリンじゃないかもしれないぐらいの食感します。うん。こちらね、こちらの底も、カラメルが入っておりますので、ちょっとカラメルとあえて食べてみたいと思います。もうカラメルもね、もう本当に、ほらもう、絡まらない。カラメルが絡まらないぐらい、シャビシャビです。それはですね、さっきの、プリンの焼きプリンのカラメルよりちょっとね、苦い。大人な苦さがありますね。このトロ生のプリンとの相性はやっぱり抜群だと思いますね。美味しいですね。これ家で作ったらモテるよ、多分。さあ、最後の商品いきたいと思いますよ。で、この黄身っていうのはぶっちゃけ卵の黄身の方ですね。はい。黄身とミルクを贅沢にしようということで。いっぱい使ってるということですね。見てください。これがね、唯一、パッケージっていうんですか、この表面にね、金を使うという、リッチ感を演出しています。まあ、量的な値段で言うと、やっぱりこれが一番高かったですね。95g で、まあ、150円をちょっと超えるぐらいな値段だったかな。これ、キロカロリーだった。円じゃねえや。いくらかわかんないので、買うとき調べてください。すごい。いい匂い。なんかやばい人みたいだね。ちょっとじゃあ、テクスチャーの方をね、確認させていただきたいと思います。皆さん、耳を澄まして、お聞きください。あ、ちぎよ。ということで、こちらもね、だいぶ柔らかいです。だいぶ柔らかい。プル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 って、自分で揺らしてどうすんだよな。僕が思ってたプリンとちょっと違うな。新感覚のプリンです、これは。めちゃくちゃ濃い。おー。このプリンはですね、この一番上の
表面と中のね部分はね同じ感じです。だからなんか薄膜みたいなオプションはないんですけれども、でもね一口目からこれは高いなっていう、リッチだなっていうのもすごく感じる。味が濃い、これはすごい。じゃあいつも通りこの下にねカラメルがございますので、このカラメルの部分とミックスして食べていただきたいと思います。いただく、食べていきたいと思います。こちらのねカラメルはだいぶとろみがありますね。ほらわかります、みたらし団子のタレぐらい。ほら全然苦くない、カラメルがカラメルじゃない、これはなんだ。でもうまい。上のプリンの部分の味がすごい濃いので、そこにこうカラメルの苦さというか甘さみたいなものを足しちゃったら多分とんでもない商品になっちゃうんでしょうね。そういう意味でカラメルはすごくさっぱりさせてんのかな、そんな気がしました。はい、ということで以上今日は3種類食べたんですね。この3種類食べて何が一番美味しかったなっていうのは決められないんですけれども、でもやっぱり焼きプリンが一番美味しかったかな。ということで今日も動画を最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録していただけるとすっごく嬉しいです。では以上、海蔵亮太でした。バイバイ。